はい、名古屋です、静岡県熱海市やってまいりました、前に見えるのがねホテルニューアカオでございます。毎度お騒がせしますのね、第9話のねロケ地となったホテルですが、もちろんね今はね閉店してましてやってませんとね。この中をちょっとね撮影できるかと思って従業員の人に聞いてみたんですけど、一般の人は入れないってことなんですよね。それで今は社員の食堂とか休憩所として使われているらしくて、でねやっぱこの周りを見てみるとですね、ここの下のこの景色、広場わかりますかね、ここがねやはりね出てくるんですよね。佐野倉さんが写真撮るところがおそらくねこの庭だと思うんですけどね、はい、のどかを追いかけてポールが走っていくシーンもまさにここなんですよね、はい。ただね今ちょっと調べるとですね、ここの下までには行けないんですよね、残念ながら、はい、はい。そしてですね向こうにね、旧ホテルニューアカオがありまして、唯一外からでも、確認できるロケ地といたしましては、3人がねここに寄りかかってて、そこにのどかが来るっていうシーンなんですけど、どうでしょう、背景のね、ニューアカオの見える角度もだいたいこの角度だと思うんですよね。どうでしょう、この辺はね唯一一緒かなと思うんですけどね、はい。そしてですね今ちょっと確認したところですね、ここの下に行きますとどうやらねこの、トールがねのどかをね追いかけてるシーンっていうのがございまして、そこのシーンの場所がどうやらねこの下にあるみたいなんで、ちょっと行ってみますね。ただねちょっとさっき確認したところによると、なんかね廃墟みたいな感じのところなんですけどね、ちょっと怖いんですけど行ってみます。前にはねホテルニューアカオが見えますからね、はい、はい。それでですねトールがねのどかを追いかけて走っていくシーンってのがございまして、そこを追いかけてた階段がねおそらくねこの階段なんですよね。なぜかというと、ここの場面をね反対アングル行くとどうでしょう、ちょっと分かりづらいですかね。ここをねかけていく、のどかがいて追いかけるトールがいるんですよ。だからここをねずっとね走ってきてるんですよね。でそのままねここずっと行ってますね。ですからこの場所で撮影されてますね、はい。ですからねのどかとポールがね走ってきた階段っていうのもおそらくですけど、この辺の階段をねガーッと降りてると僕は思いますね、はい。どうでしょう、ここずっとね階段が下まで続くんですけどね、ちなみに、はい、はい。今ね第二展望台っていうところ来たんですけど、どうでしょう、あ向こうに、伊豆大島があって、左の方に初島があるみたいなね、どうかそんな感じでしょうか、はい。で左にはねロケ地となったニューアカオがあるわけですね、はい。ホテルニューアカオのね旧、正面に来てますから、この建物の左側ですよね、おそらく左側のね向こうにテトラポットとか見える場所があるんですけど、あの辺りでね最後ねのどかとトールが話してるシーンっていうのがあると思うんですよね。あそこまで行くことできないかもしれないんですけど、行ってみます、とりあえず行けるだけ。なんかめっちゃここ夜だったらめっちゃ怖いけどね、はい、はい。前に見えるホテルがホテルニューアカオですね、でございますね。でねこの海岸のねこの反対側のこのテトラポット、ここがねおそらくねのどかとねポールが話し合ってたシーンだと思うんですよね。このね景色もこうなってまして、ちょうどねこうポールが走っていくシーンの後ろに、ニューアカオが見えるわけですよね、こういう風に。ですからおそらく、ここでね撮影されてると思われますと、はい、こんな感じです。この先もちろんちょっとね立ち入り禁止で行けませんと、はい。あれがね、熱海からね初島に行くフェリーでございますね、はい、はい。というわけでですね、毎度お騒がせします第9話のロケ地ね、熱海まで来ましてロケ地を巡ったんですけど、いかがでしたでしょうか。結構ねなかなか難しい
部分がいっぱいありましたが、はい、それでは。